Hi! Before watching today's episode of Yan's story, let's go over why Yan came to Japan. Well, Yan came to Japan to learn more about architecture. His dream was to design an ideal residence for his home country. He joined a university research group, and recently he's been working very hard on his design. He wants to enter it in a competition. But he's been working too hard, and he became ill in the last episode. In today's episode, we'll see Yan recovered and back at work. さんどうですか？寺田さんのおかげですっかり元気になったわよ。そうですか、それはよかった。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。あ、やれやれ、よかったよかった。あ、お母さん、おはようございます。あら、ヤンさん、もう起きてもいいの？ええ、おかげさまでもう大丈夫です。ところでお母さん、寺田さんはもう出かけました？かけたわよ。たった今。じゃあ行ってきます。あ、ヤンさん、もし途中で気分が悪くなったらすぐに帰ってくるのよ。はい、分かってます。寺田さん、寺田さん、ここを使って、うん、なるほどなるほど。それから、おはよう。あ、桑田君、ちょっとちょっと。え、ちょっと見て。いい？ここを使って髪を切る、そしてここを使って長さを測る、それからここを使って穴を開ける。どうです？便利だな、これ。さて、おはようございます。おはようさん、もういいんですか？はい、ご心配をかけました。もう大丈夫です。そうですか。でもヤンさん、無理しちゃダメですよ。ヤンさん、何でも言ってください、手伝いますから。はい、ありがとうございます。あ、そうそう、坂田先生に見ていただいたヤンさんの設計図、そこにあります。はい。To Yan from Sakata. あれ、ヤンさん、もういいんですか？え、おかげさまで。井上さん、この間これどうもすみませんでした。いいんですよ。それより坂田先生が褒めてらっしゃいましたよ。手紙読みましたか？ええ、ありがとうございました。よかったですね、ヤンさん。ええ、ヤンさん、それ国へ送るんでしょ？ええ、そのつもりです。それでもしそれが採用になったらどうするんですか？ええ、いや、ダメですよ。そんなことありませんよ、先生もおっしゃってましたよ、多分大丈夫だろうって。本当ですか？本当ですよ。
大丈夫ですよ。もしこれが採用になったら僕は国へ帰ります。そしてこんな住宅をどんどん建てますよ。その時はみんなでお祝いのパーティーをしましょうよ。あ、そうですね。ねえねえ、場所はどこにする？上野にするか、いつもどこか。会費は？ちょっと待ってくださいよ。設計図はまだそこにあるんですよ。あ、そうか。素晴らしい。素晴らしいですね、ヤンさん。とうとうやりましたね。いや、おめでとう。ありがとうございます。この図面はコンピューターを使って描いたんですか？いえ、全部手で描きました。え？手で？ええ。それは大変だったでしょう。ええ、ちょっと苦労しました。で、これはヤンさんの国へ送るんですか？ええ、すぐに送ろうと思っています。そうですか、楽しみですね。もし採用が決まったらすぐにお知らせします。いい知らせを待ってますよ。小林様、お電話です。はい、ちょっと失礼。あ、そうそう、ヤンさんも覚えてるでしょ、岡田さん。ええ、岡田さんがどうかしたんですか？あれ、ヤンさんには知らせが来ませんでしたか？岡田さんね、今度結婚するそうですよ。岡田さんが結婚？ええ、高田さん、何でも相手の人は地元の農家の人だそうです。確か手紙に写真が入ったと思ったんです。ああ、当たった。ちょっと、え、何？高田さん、ダメですよ。え、なんで？岡田さんのことヤンさんに言っちゃダメですよ。そうか、どうしよう、俺言っちゃったよ。まずいですよ。ないからなのか。俺が日本人じゃないから。あ、ちょ、大丈夫ですか？お酒、もう一杯。お父さん、まだ飲むんですか？いいから、もう一杯。何があったか知らないけど、お酒で悩みは流せませんからね。はい、どうしてなんだ、どうしてなんだよ、どうしてなんだよ。ちょっとあんた、もっと静かにお酒飲めないんだよ。うるせえな、ほっといてくれよ。この野郎、生意気な。何？あんたは何なんだ、あんた。なんだよ、なんだよ、なんだよ。なんかちょっとできると思って。そうだよ、俺は外国人だよ。まあまあ、正しくやりましょうよ。どうせ俺は外国人だよ。Well, things seem to be getting worse for Yan. Yan recovered from his illness thanks to his neighbor, Terada-san, and set out for work. On the way, he spotted Terada-san and ran over to thank him. At the university, Yan read a note from his professor saying Yan's design was wonderful. So he was feeling very happy when he went to show his design to his former colleagues, until one of them told him that Miss Okada is going to get married. That night, Yan got very drunk
and had an argument with another customer. Yang got some good news earlier. Let's watch that scene again. あれ?ヤンさん、もういいんですか?おかげさまで。井上さん、この間これ、どうもすみませんでした。いいんですよ。それより、坂田先生が褒めてらっしゃいましたよ。手紙読みましたか?ありがとうございました。よかったですね、ヤンさん。ヤンさん、それ国へ送るんでしょ?そのつもりです。それでもしそれが採用になったら、どうするんですか?いやー、ダメですよ。そんなことありませんよ。先生もおっしゃってましたよ。多分大丈夫だろうって。本当ですか？本当ですよ。大丈夫ですよ。もしこれが採用になったら、僕は国へ帰ります。Inoue-san asked something, and Yan responded to that. What they're talking about with それ and これ is Yan's completed design. もしそれが採用になったらどうするんですか?もしこれが採用になったら、僕は国へ帰ります。もしこれが採用になったら、僕は国へ帰ります。These both contain the same phrase. もし採用になったら、don't they? どうするんですか? means, what are you gonna do? Keeping this in mind, watch the same scene once again. ヤンさん、それ国へ送るんでしょ?そのつもりです。それでもしそれが採用になったらどうするんですか?いやー、ダメですよ。そんなことありませんよ。先生もおっしゃってましたよ。多分大丈夫だろうって。本当ですか?本当ですよ。大丈夫ですよ。もしこれが採用になったら、僕は国へ帰ります。そしてこんな住宅をどんどん建てますよ。 How did you get on this time?もしそれが採用になったらどうするんですか?Inoue-san asked, What are you going to do if your design is chosen? Yan responded, もしこれが採用になったら、僕は国へ帰ります。Yan said, if it's chosen, I'll go back to my country. So, they're talking about what will happen if Yan's design is chosen. もし採用になったら。 Let's learn how to say if something happens using もしたら。それ!ダメ、外れ。よし、今度こそ入れるわよ。それ。ああ、残念、また外れ。ダメか。よし、今度は僕の番。はい。お、あ、外れ。ダメダメ、安藤さん、それじゃあ遠くて入りませんよ。じゃあ、もし入ったらどうします？え？もし入ったら?いやいや、入りませんよ。でも、もし入ったら?え?もし入ったら?そう。もし入ったらどうしますか?よろしい。もし入ったら、これをあげます。これを?本当ですか?いやいや、もし入ったら、もし入ったら、ね。よし、入れるぞ。いやいや、ダメダメ、入りませんよ。
あ、入った。入った？やったー！あらら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 、やられた！いやいやいや、ちょちょちょ、いやいや、それはね、いやいやいや、いやいや、安藤さん。Oh dear. Kodama-san thought there was no way Ando-san could ever make it, and he said, if it goes over, I'll give you this, namely, his wallet. もし入ったら、これをあげます。もし入ったら、これをあげます。But in fact, it did go over, and so he's lost his wallet. でも、海野さん、ちょっとこれ見てくださいよ。え？ Receipt. 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 Oh, there's no money in it. No wonder Kodama-san was so eager to make the bet. Anyway, with today's expression, you can omit this word, moshi. Just using tara is enough for saying if something happens.安藤さん、7本倒したら200点ですよ。え？7本倒したら200点？ええ、7本倒したら200点です。200点取ったら安藤さんの優勝です。え？200点取ったら優勝？ええ、200点取ったら優勝です。ちょっと待ってくださいよ。Ando-san bowls 7 pins over, he'll score 200. 7 本倒したら200点です。 If he scores 200, he'll win the game. 200点取ったら優勝です。 He's a bit nervous. 7本倒したら優勝ですね。7本倒したら優勝です。安藤さん、早くやってくださいよ。そうですよ、早くやってくださいよ。はい。入る。入った。入ったら。倒す。倒した。倒したら。取る。取った。取ったら。 As you see, you need to put a verb in its so-called ta form and add ra. Tara. How to use this verb,
ある in today's expression. First, put it in a tough form. あった。Then, add だ。あったら。あったら means if you have. This is useful, for instance, when you want to borrow something.10円玉 coin. だからそういうことなんだよ、はい、ね、あ、子供さん、すいません、ちょっと電話を。あ、どうぞどうぞ。子供さん、すみません。え、十円玉があったら貸してください。十円玉？あるかな。もしあったら。あ、ないな。あ、じゃあ結構です。すみません。針と糸。Needle and thread. Oh, おかえり。あの、小柳さん。はい。針と糸があったら貸してくださいませんか。ああ、ありますよ。はい、どうぞ。あの、もし黒い糸があったら。ああ、黒い糸ありますよ。はい、どうぞ。どうもすみません。安藤さん、私がしましょうか。いえいえ、結構です。ボールペン。ボールポイントペン。小柳さん。はい。すみません。ボールペンがあったら貸してください。はい。はい、どうぞ。あ、すいません。もしあったら赤いボールペンを。あ、赤いボールペン。赤いボールペン。赤いボールペンは。ああ、じゃあ結構です。赤いボールペンはそこにありますよ。うん？どこ？ここ。うん？あ、おお。があったら貸してください。 What this expression implies is, don't worry if you don't have what I want. 小柳さん。はい。もし時間があったら見に来てください。あら、何ですかこれ。あの、今度芝居をやるんです。へー。あ、安藤さんも、もし時間があったら見に来てください。へー、芝居ですか。え。何ですか？今度小玉さんがお芝居に出るそうですよ。小玉さん is going to perform in a play. 海野さんも、もし時間があったら見に来てください。He said, please come and see it if you have time. あ、もし時間があったらよろしく。あ、もし時間があったら見に来てください。あ、もし時間があったらよろしく。あ、もし時間があったら見に来てください。Well, today we learned how to say if something happens. Okay, we hope to see you again soon. See you.
さようなら。さようなら。さようなら。